君を変わってならないのお集まりの皆さん、こんばんは。私が日本保守党の飯山あかりです。よろしくお願いします。北村先生、今日また雨の中わざわざいらしてくださってお時間を使っていただいてありがとうございました。本当にありがとうございます。私は前回ね、北村先生に応援していただいた時も言ったんですけれども、やっぱりね、こう東京15区ね、ちょっと普通に戻って考えてみると、私じゃなくて北村さんの方がいいんじゃないかというふうにね、思ったりはしたりするんですけれども、まあこのままね、引き進むしかない。で、皆さん、私今日ね、あるテレビに、テレビ局のインタビューを受けたんですよ。そこでね、いろんな質問を受けました。その中にね、こういうのがあったんですよ。今回のね、東京15区は、自公が、つまり自民党と公明党が候補を立ててませんね。ということは、争点がはっきりしません。あなたどう思っていますかというふうに聞かれたんですよ。私、その質問を聞いたときに、はっと思いました。いや、あんた、メディアの人だったらね、ちょっと取材してるんでしょうと。本当にね、自公が候補を立てていないからといって争点はっきりしてないと本当に思ってるんですかと。で、私一瞬詰めようと思ったんですけども、その記者の人にね、その詰めたらかわいそうだと思って詰めなかったんですね。ですから私こう申し上げました。いや、あなたはそう思ってるかもしれないですけど、現場は江東区の東京15区の有権者の考えてることはそんなことじゃないですよと。自公がいないからどうのこうのなんてそういうことじゃないんですよ。そうじゃない、今重要な争点ははっきりしてますよ。争点がぼんやりしてるなんて思ってるのはあなただけですよ。争点ははっきりしてる。ここ東京15区の勝負の脇がこれは何かというと、保守対リベラルなんですよ。完全にそうなんです。ここ9人が立候補しています。しかしその中で保守を掲げてるのは私だけです。皆さんにそれをお分かりいただければ、私は多くの人の声を受けることができると思っています。そして私、いろいろ考えてきました。私ね、思想研究者ですから、保守とは何か、いろいろな言葉で語ることができます。そして今日やっぱりね、ここにたどり着いたんです。もし皆さんが日本を好きなら、日本に生まれてよかった、日本人であることを誇りに思うと思うなら、皆さんの選択肢はただ一つ、飯山あかりだけですと。ありがとうございます。保守というのはね、もうここに尽きるんですよ。自分の国が好きか、国を愛しているか、愛国心を持っているか、そして自分がこの国に生まれることを誇りに思っているか、それを全部そうだというふうに言う人はみんな保守なんです。ですからやっぱり保守の政治家に、保守の人間に一票を投じないといけない。同じ思想、同じ政策、そういった人、それを持っている人にやっぱり一票を投じないと、その票はやっぱり信票になるんですよ。ただ単に自民党だからいいやとかね、公明党だからいいやとか、そういう問題ではない。あるいは今ここ東京15区で起こっているのは、これまで自民党に投票してきたけれども、今回自民党候補者がいないと、じゃあどうしよう、自民党に置きを据えるために立憲に入れようと、こういう人がいるんですよ。皆さん、それではいけないんです。皆さんは何を求めているんでしょうか。日本を守りたいじゃないでしょうか。皆さん、日本が好きじゃないですか。日本人に生まれてよかったと思いませんか。思いますよね。それ皆さんも私も同じです。もしそうならば私に入れてください。他の人ではなくて。でももし皆さんが数年前に流行ったように日本死ねと思うなら、自分が日本人に生まれたことを恥じているなら、日本人じゃなくて中国人に生まれたかった、いや北朝鮮人として生まれたかった、そんな風に思うんでしたら、私以外の候補者8人いますから、その人、好きな人に入れてください。しかしもし皆さんが日本人であることを誇りに思って日本を愛しているなら、今ここにね、富岡八幡宮がありますよ。赤い鳥居があって、その両脇を明かりが照らしています。こんな美しい文化、光景、これをね、後世に伝えたいと思うなら、こういった美しい光景のある日本に生まれたことを皆さんが誇りに思うんだったら、選択肢は一つしかありません。飯山あかりに今回は1票を入れてください。どうぞよろしくお願いします。期日前投票すでに始まってますよ。皆さん、これ重要です。期日前投票に行きましょう。そして飯山あかりと書いてください。ひらがなでも全然 OK です。
飯山あかり、7文字、ひらがな7個、飯山あかりと書きましょう。そしてここにお集まりの皆さん、繰り返してお願い申し上げます。皆さんがもし日本を好きなら、日本を救いたいと思うなら、皆さんの力で救うしかないんです。私一人ではできない。しかし日本国民が力を合わせて日本を作ろう、日本を守ろうと、そういうふうに思って一票を投じれば日本を救うことは可能なんです。ですから皆さん、ぜひ江東区の知り合いを見つけましょう。そして江東区の知り合いに、飯山あかりはいいぞと、あいつはきちんと仕事する女だと、まあ女でも男でも何でもいいですけど、とにかくあいつなら、あいつを永田町に送り出せば700分の1であっても確実に仕事をすると、そういうふうに宣伝してください。そしてそれを聞いて、まあ何でもいいでしょう、私がやってる YouTube でも、このね、外線をね、こう配信している映画でも何でもいいですよ、一度見てもらってください。多くの人は日本人であることを誇りに思ってるはずです。そうすれば私の伝えてること心に響くはずです。そしてぜひ日本人を、日本を守るために、ここ江東区から他の誰でもなく飯山あかりを永田町に送り出しましょう。皆さんよろしくお願いします。頑張れ、頑張れ、頑張れ、皆さん。